さんおはようございます。みっちゃんねるです。今日はですね、雪です。少しね雪が、ね、降ってます。木がね、だいぶ雨みたいにね溶けていてますけどね、少しこう雪景色がねちょっと見えるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとね今日私が言いたいのはね、なんかこうやっぱり多少そのまあ皆さん聞いてらっしゃる方気づくかどうかわかんないけども、最初の頃より少しこう喋る滑舌が少し良くなったというか、少し滑らかにですね最近喋れるようになったというかですね、そういうふうに思ったんですよね。この間ちょっと人前で喋る機会があってですね、いきなりこう普通だったら緊張する場だったんですけども、こう割とペラペラっとこうスラスラっとこう喋れたので、やっぱりこれもね毎日こう皆さんの向かってこう喋ってるような、そういうことがこう重なってですね、だんだん練習になってるのかなと、ね、そういう、こう効果が少しなんか現れたような気がするんですよね。それでね、もう一つこういい変化としてはね、ちょっとこの間ね腹立ったことあったんですよ。腹立ってね、ちょっとね、少しこう、なんていうか、落ち込むようなことあったんですよ。人に批判されたというかね、そういうことがなんか身近で、リアルであったんですけども、その時にね、まあ、俺にはまだ YouTube あるなと思って、なんかこう、そのことを考えるとね、まあなんかどうでもよくなったっていうかね、まあ多少こう腹立って、普通だったらこう眠れないようなね、ことになるんですけど、まあそうならなくて、なんか少し心は冷静な感じ。しましたね。なんか本当にちょっとだけど、なんかやっぱりだからそういう楽しいものがあるっていうかね、今ちょっと夢中でやってること、これがあるっていうのはこんなにね違うんだなと、ね、思いました、ね。少しこう雪がこうね山にかかってるの分かりますかね。じゃあまあこんなあの雪の祭日ですけども、私は今から仕事に行ってきます。以上です。